Man. If I remember correctly, stopped at the basics, the tutorial, I guess. And now, what do we do? I guess we do some science or something. That's all I can make right now.命を救ってくれた素晴らしい先生がついているんだしな。師匠のせいで余計大変なんだけどね。それでね、しばらく忙しくなるから、これまでみたいにちょくちょく帰ってこれなくなると思うんだけど。まあ、それはちょうどいいわね。え、ちょうどいい？いや、実はな、母さんと二人でしばらく旅行でも行こうかって話をしていたところなんだ。そうなの。二人っきりで若い頃の思い出の地を巡ろうかって。二人っきりで？私は？だってウルナは忙しいんでしょ？それはそうだけど、どれくらいで帰ってくるの？そうだな、1ヶ月か2ヶ月か、まあその辺は適当に。そんな長い間？ずるいよ、二人だけで。そんな顔しないで、ちゃんとお土産買ってきてあげるからね。お前の分もしっかり楽しんでくるからな。納得いかない。それではロロナのことよろしくお願いします。ああ、言われなくとも今まで以上に可愛がってやる。助かります。ロロナは本当に幸せ者ね。こんな立派なお師匠様の下で働けて。ご両親は人を見る目があるな。
しかし、あまり気を使わないぞ。わざ、あの子は甘えん坊ですから。こういう時は、そばにいない方がいいんですよ。それには、二人だけで旅行したかったってのは本当ですし、特別に気を使ったってことでもないですよ。あ、そうか。では、道中気をつけてな。ええ。それじゃ、行ってきます。あの親にしてあの子はいいか。まったく、ロロナは周りの人間に恵まれすぎだな。I guess, well, just save just in case. Oh wow.今のロロナちゃんはこれくらいがちょうどいいかもしれないわね。この依頼はすぐに報告できそう。内容も完璧だし。Oh, that's cool. You could, if you have items, like, if you have the items.That are needed, you could just do it right away. That's pretty cool. Okay. Like this? No. That sucks, yo. Okay, she is my partner.
Wow, okay. Weird. Barrels, barrels, barrels. We push it. Hey, little girl.
I just wonder when I'll get my first major assignment. Wait, who the hell is this? Oh, never mind. Workshop. I think he's voiced by, the voice is from the guy who does Gendo, I think, that's his name, from Evangelion, and Hasegawa from Gintama, I think. Yeah, I think so, yeah. じゃなかった。親父さん。うん、なんと任せておけ。危ない危ない。名前で呼んだら遅れってこと忘れてた。気をつけないと。